ぼうちん TV エビデイ、ハロー YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのは、久々に漫画喫茶行っちゃったです。今日読んだの、まあまあ全部面白かったな。ミスミソ、カタカナでミスミソってやつ面白かった。面白かった。胸クソ系の漫画だけど、いじめとか DV とか、本当に私はちゃんとした家庭でちゃんとした家に育って感謝ですよ。どんだけ世の中にね、 DV とかいじめとかがはびこってるかわかんないけど、環境のいいところで生きてこれましたよって思っちゃったり、アンダー忍者の最新刊面白かったな、マイホームヒーローも面白いな、たまらんよ。で、ちょっと読むのなくなって2個候補がある手つけてない漫画読もうと思って、ブリーチ、集英社ジャンプの、なんかね、スタンドのバトル漫画っぽい感じで面白そう、能力バトルみたいなって思って一巻だけ一回読んだけど、あんま好みじゃない感じだったんだよな。で、70巻ぐらいまで全部であるから気が重い。で、ちょっと浮気してチェンソーマン読んでみたの、面白かった。やっぱね、大流行りするやつって当たり前だけどちゃんと面白いだね。チェンソーマンの方が結局、まあ僕の好みでね、両方人気作面白いんだろうけど、チェンソーマンの方がもうよりスラスラ読めて読みやすい。内容もまあまあ少年誌にありがちなバトル漫画だけど、まあ好きだからベタに僕バトル漫画、いろんな能力があったりね、いろいろ世界観、主人公の使命みたいな、面白かったな。ちょっと止まんない感じ、本当は家に帰りたくなかった。こんな遅くまで読んじゃって、またすぐ満喫行きたい、もしくは、うん、電子書籍で買うなんてことはしないけど、お金もったいないから漫画喫茶でため読みだな。チェンソーマン、本当にまあね、アメトークでも特集したり、ある程度アニメ化したり、みんな面白いっつってるから、うん、そりゃそうだって話だけど、ちゃんと面白かった。5巻まで読みましたよ。面白かったな。3巻でね、意外ともう山場が来るんだよね。なんかちょっと強い敵とか味方もいろいろ大集合してとか、まあ面白かった。こんな感じ。漫画皆さん見てください。映画好きのね、身近に、シリアルちゃんという友達がいますけど、映画に比べると漫画ね、低俗、子供じみてると思われるかもしれませんが、とか勝手に僕も思って気負いしてた部分あったけど、映画を語る人は、映画が好きな人はなんか文化人みたいな感じあるじゃん。漫画好きって言われて言っても子供みたいだみたいなねってイメージあるけど、もう気にしない。僕別に映画も見るけど、ハズレ見た時に90分や2時間無駄にするのたまらんじゃん。で、漫画っていっぱいある中で、うん、ね、一巻だけ読んで様子見りゃいいわけだし、一巻読んであんまりならちょっとやめてみてもいいわけだし、5巻まで3巻ぐらいまで読んでもいいんだろうけどね。うん。で、いろんな名作、本当にいろいろ面白いのがある。漢字も学べる、言葉も学べる、漫画いいですよ。私はずっと言っていこう、映画よりも漫画の方が好き。漫画がね、大概映画化するもんでもあるし、ドラマ化とか、大概名作は漫画にあるんです。そういう感じ。
チェンソー登録してね。